はい、どうも社長の安田です。今日は、本当に買ってよかった、アンダーマー、商品。実際言っちゃうとアンダーマーの商品は全部いいです。なんだろう、まあ言ってしまうと、まあ作り手にやっぱりこうなんて意味がある、こういうことをしてほしいなとか、こういうふうに思ってもらいたいなっていうのを、まあ一つ一つ、意味を持って作ってるっていうのが一番のアンダーマーの特徴です。僕の中での、まあ、自分の経験談ではあるんだけど、まあ、一応アンダーマーを、まあ、うちの会社は1998年から始めていると。なので21年間ずっと、まあ僕自身がアンダーマーを、まあ、携わって売ってきてるんだけど、その最初にケビンと、まあ、アンダーマーの商品をいろいろやってきて、で、まあ、例えば、うちでこういう商品を作りたいと、まあ、例えばそんな話を、まあケビンにすると、まあ、例えばねベルトを作りたかった、ゴルフの商品。そしたらケビンが一言で、これどんな意味があるんだと、このベルトはアスリートにとってどんなベネフィットがあるんだってことを、まあ、真剣に問われたと。まあ、そんな経験があって、まあ、それから、まあ、なんていうのかな、まあ、俺ら的には、いや例えばこれ欲しがられてるから作ったら売れるんじゃないかななんて安直に思ってたんだけど、やっぱりケビンなんかはそうじゃない、これはアスリートにとって意味のないものは俺らは売らないんだっていうところは、もう割となんていうんだろうな、まあすごい強烈なメッセージでした。で、まあもちろんね、自分もそれは分かってるつもりなんだけど、とは言ってもまあ売りも大事だよねみたいなところもあったりとかっていう切磋琢磨の中ではやってたんだけど、やっぱりそこでね、ブランドをやっぱり作ったケビンっていう存在ってやっぱすごく大きいし、まあその声をまあ生に聞くことができたっていうのは、まあ僕の中でもすごく大きいなと思ってます。で、まあ今日はまあなんだろう、あえてこんなちょっと厚着をしてきたけれども、とにかく買ってよかったなと思うのは、まあこのダウン、ここにまあね、ロックの紋章、まあ、ドウェイン・ジョンソンの紋章だったら、まあジュマンジで世間を今いっぱい話題を、振りまいていますけれども、ちょっとまあ話はそれちゃいますけど、まあロック、ドウェイン・ジョンソン上海には行くらしいんだけど東京に寄ってくれないというところでね、ちょっとまあ、少し寂しいんですけど、まあ、ドウェイン・ジョンソン来てくれたら盛り上がったなと思うんですけど、まあ、皆さんもご存知のとおり、ドウェイン・ジョンソン、まあ、アメリカフットボールの選手から入って、まあ、プロレスの世界で、まあ、スーパースターになったと、まあ、いうところで、今アンダーマーの、アンバサダーとして、まあ、ロックプロジェクトということで、まあ、上から下までいろんなことを、やってもらってますと。で、まあ、一応ドウェイン・ジョンソンの、まあ、なんだろう、まあ、一緒になって企画している商品がこれなんだけど、まず、ここにちょっと見づらいかな、ストームと、まあ、これが見えると思うんですけど、ちょっと言いたいのが、まあ、ちょっと今日いくつかいろんな説明させてもらいたいんだけど、割と今、特にこの FW、要するに、秋冬物に、いっぱい搭載されている商品なんですけど、ストームという、まあ商品、うちのアンダーマーのストームというのは何かというと防水商品というとこです。で、特にまあこれはまあ防水性みたいなものが、なんだろう、1万ミリミリメーターというところで、まあ、相当な暴風でも水は漏れませんと、まあ、そういう生地を使っていて、まあ、ここの、まあ、縫い目シームのところも完全に上からかぶせてボンドで留めているとかですね、まあ、いろいろ、まあ、工夫しているところがあって、例えば、まあ、フードの、こういうところに、まあ、フードをこう調整す、まあ、なんとかこう調整するドローコードがあったりとかして、まあピタッとこうかぶせて、ここなんかフードってこうなんかボコボコしたんだけど、例えば雨降った時にはここをキッと閉めて、割とピタッとして、まあ、ほぼ水漏れないと。まあ、何かっていうと、最近まあ急に寒くなってきたと思うんですけど、寒い、あとは、まあ、今東京地方だと、まあ、最近だとちょっと雨がいっぱい降るというところで、まあ、最近は忘年会シーズンだと思うんですけど、入る時には割と暖かかったりするんだけど、外出たら雨降って寒いっていうのは、まあ、割といっぱいあります。昨日なんかもそうだったんだけど、まあ、そういう時にこれバッと着て、雨降っても、まあちょっとね雨がきつかったらフードかぶってそのまま歩いていけば、まあ、全く濡れてないし、で、まあ、そこでまあ、ね、電車に乗る前にパンパンとこうはたいてしまえば、まあ、ちょっと人に大迷惑かかっちゃうぐらい、まあ、撥水性がまあ高いと、まあ、それがまあさっき言ってたその、まあ、防水性がまあ 1万ミリメーターと、まあ、本当に水かけて、ちょっとね、水本当はかけて実験したいぐらいだけど、まあ、ポロポロポロって水落ちますと、まあ、いう感じです。まあ、本当にね、こういう、ちょっとここら辺のところもよく見てもらうと分かると思うんですけど、このファスナーのところも完全にそのきちっと、
防水加工されてて、この中にもまあ入ります、あの水は入りませんというふうになってます。なんでまあ例えば、まあティッシュペーパー入れてもまあここまあ濡れませんということですね。まあこれ全部のポケットがまあそうなっていて、さらにこっちのポケットではまあ上からカバーもされていると、まあそんな感じです。あとはまあもう一個まあうちの商品のまあ特徴としては、まあ汗かいた時の汗の処理みたいなものっていうのがまあ基本的には全部の商品に入ってるんですけど、まあこれはそのまあいわゆる糖質性っていうのもまあいわゆるあの同じ1万グラムというもので、まあ言っちゃうとそれも相当いい激しい運動をしてもどんどんまあ汗が外に出ていきますよというような、まあ、そんなようなスコアになっています。まあ、あとはまあこれダウンなんで、まあ、いわゆるまあ一般的になんとかフィルパワーっていうまあ数字を使うんですけど、まあ、この商品は700フィルパワーというところで、まあ、一言で言っちゃうとまあ高級ダウンで、こうなんか壺に入れてなんとなくまあ傘が、なんていうか重さに対して傘がまあどこぐらいいきますよっていうのは大体まあ7割ぐらいの傘になりますと、まあ、そういう意味で言ったらまあ軽くて保温性がすごく高いという商品です。まあね、まあいろいろ商品のいいところはいっぱいあるんですけど、まあやっぱりまあなんていうのかな、まあこれ見て、そうこれを見て、もうすぐ買ってしまったというところで、やっぱりねこの袖を通すたんびに、例えばまあなんだろうね、やっぱ頑張ろうと思うんだよね。それがやっぱりロックプロジェクトの商品は特にそうなんだけど、まあ、アンダーマーの商品っていうのは、まあ、特にそういう部分が、いっぱいあると思います。何かっていうと、まあ、これもねその創業者のケビンがよく言ってる言葉なんだけど、アンダーマーのロゴっていうのはこう要するにまあ勇気の源になると、俺がイメージしてるアンダーマーっていうのはこうだと言ってよく僕に写真を見せるんですけど、本当にね例えば10歳ぐらいの子供がアンダーマーのでっかいロゴを着てつけた T シャツを着て、まあ、こうやってガーってあーってやってる写真をよくまあ俺に見せますと。で、まあ、それは例えば、決まった1枚じゃなくていろんな場面で、例えば中国行ったら中国の子供がアンダーマー着てこうやってやってる写真とか、まあ、例えばまあ子供が頑張ろうと思ってる写真をまあ俺に見せてこれがアンダーマーなんだよって言うんだけど、まあ、何かっていうと、まあ、そういうね例えばアスリートに対してそもそも意味のある商品を作ろうっていう、まあ、そういうやっぱりブランドのねなんていうの芯になるような部分っていうのがまあもうゴーンとあって、そこのアスリートにとって意味のある商品を作るんだけども、それの集積物として結果としてそれを着ることでパワーが出てしまうと、まあモチベーションが上がる、やる気が出る、ちょっと元気になる。なんで例えばまあ 100% の力がある人が例えば 101% になる、そんなねうちの商品アンダーマのロゴをつけてる商品を着るだけでまあそういうふうになるっていうのが、それがアンダーマーなんだよということを、まあまあ、僕によく言ってくれます、まあ、なのでねそれになおかつ、このねロックのマーク、まあ、それがもうさらにまあなんていうかな、まあ、僕に拍車をかけるわけですよ。まあドウェイン・ジョンソン多分僕より4つぐらい年下かな、インスタのフォロワー1億5000万フォロワーで、僕のインスタのフォロワーが4500人ってことで、ちょっとでも気に入ったらフォローしていただければと思いますけども、まあ、そんな感じでそういうまあ世界で圧倒的なね1億5000万人もの人が、まあいわゆるドウェイン・ジョンソンロックのまあ動向を見て、例えばロックが頑張ってる、例えば爽やかにトレーニングしてる、例えば人と触れ合う、こういうのを見て、まあ、なんとなく勇気もらってると思うんだけど、まあ、まさに俺もその一人でロックの商品を着て、まあ、今日も頑張ろうと思ったりとか、さっきも言いましたけどちょっと寒い時にロックをこうまず、ね、着るだけでなんとなくこう体が熱くなって気合が入ると、まあ、そんな感じですね。で、まあ今日はちょっとまあなんかね撮影するってことでちょっとねまあなんだろう、まあ、普段からもそうなんですけどファントムのブーツ割と気に入ってるんですけど、まあ、あとはこのねポーラテックのフリース、ちょっとテーパーになってるんで、まあ、テーパーってこういうことなんですけどなってて、まあねちょっと、まあ、割といけてんじゃないの、まあ、お気に入りで、ちょっと言っちゃうと、まあ、ここのロゴと、まあ、ここが合ってるかなという具合です。このね、オリーブカラーと、まあ、黒みたいなものというのをちょっとね、おじさん見て、僕ぐらいの年のおじさんが合わせると、なんだろうね、よく言うと、まあ、ちょっとなんかこうミリタリーチックな、なんとなくこう、これもまたこうやるぞと。なんとなくこう人から見られてもなんとなくこうちょっとおって思わせるような、まあ威圧したいわけじゃないんだけど、まあちょっと背伸びをしたい時に、まあなんとなくねこの
オリーブと黒のコーディネートに、まあこのロックを着て、まあ少なくとも自分は、まあ、自ら気合が入るというところです。まあとりあえず、まあうちの商品、まあ特にね冬場、なんだろうな、アンダーマーが、本当に成長をすごくするきっかけになった商品として、ベースレイヤー、いわゆる1枚目のシャツ、まあ、アンダーシャツ、下着、例えばまあそういういろいろ言葉はあると思うんですけども、我々ベースレイヤーと呼んでる1枚目のシャツの中で、冬物のコールドギアという商品があって、これが、ね、我々がもう本当最初はね、あんまり数量作れなかったんで、お金も割と高くて、最初の商品は大体7500円ぐらいで、販売させてもらいました。でこれが、まあまあちょっとまあ汚い言葉で言うともうバカ売れしたと、まあ、そういう商品が今までなかったんで、1枚であったかいっていう、ね、1枚であったかいけど汗はすぐに発散するし、表面は裏地が肝、これもそうなんですけども、裏地が肝されててすごく気持ちいい、まあ、だけじゃなくて汗かいてもどんどん上に来て、こっちの裏地はサラサラしてると、まあ、例えばこういうような素材の特徴があって、平たく言うと冬に強いっていうのが実はアンダーマーの特徴です。ちょっとまあ20年前のに遡って話しちゃうと、アメリカって実はすごい寒いんですね。でボルチモアっていう、まあ、特にまあ本当に何だろうな、緯度でいうと多分東北地方と同じぐらい、もしくはもうちょっと北ぐらいにある都市の、ブランドなんですけど、やっぱりもうこのぐらいの時期になるとまあとにかく寒いんですよね。だからまあそういう行くとね、まあ、本当にアメリカって冬物売れていいなって、まあ、直感的に思うんですけど、まあ、アメリカ の, その20年ぐらい前の時にはそのコールドギアの売り上げがだいたい65% ぐらいなので、ほとんど冬に売り物を、まあ、売ってたっていう、まあ、そういう歴史があります。で、まあ、何かっていうと、こう今は、ダウンっていうものもあれば、同じような商品で例えば中綿に、ちょっと特殊素材を使って、薄くて暖かい、まあ、特に運動する人にとって、運動したその自分の熱をさらに熱、なんていうかな、こうもう一回熱をこう体に戻してくれるみたいな商品として、リアクターというのがあります。これも、まあ下げ札とかにリアクターって書いてあったりする、さっきの、まあ、いろんなところに、まあ、こういう先ほどのストームみたいな感じで、リアクターっていうのが、まあ、どっかに書いてありますので、まあ、例えばリアクターっていうのは、まあ、ダウンと比べると圧倒的に薄くて軽くて、まあ、運動するとき、運動したいけど、まあ、厚着をしたくないっていうときに、まあ、最適なリアクターっていうのがあったりとか、まあ、あと、これも、ついてないんですけども、裏地にね、ちょっとしたこのなんていうかな、ひし形みたいなこうプリントがされてる、ものがあって、これがねインフラレッドっていうテクノロジー。これは何かっていうと、まあ、セラミックをこうその模様っていうのはセラミックが貼っ付けてあるんですけど、まあ、そのセラミックが、体の体温をまた自分のとこ、なんていうかな、反射して戻してくれるみたいな、そんなテクノロジーがあって、その冬場に体が縮こまらないとか、冬場に例えばまあ運動、例えばまあもうしたくないよねっていうその気持ちを、まあそうじゃない、例えばこれを着て外に出たくなっちゃうみたいな商品です。例えば何かというとリアクターで、例えば自分の熱をまあ熱で反射させてもらって、さらに糖質性が高いなんて言われると、まあ多分試してみたくなっちゃうと思うんですよね。なので、まあそういう商品がまあアンダーマーには多いというところで、今日はね特に冬物、まあ、本当に買ってよかったアンダーマーとして、まあ、実は多分ねこの商品がね一番高いんですよ。プロジェクトロックプレミアムジャケットです。値段が38,500円っていうところで、ね、こんなすごいのが4万円を切っちゃうというのがすごい値段でやってますんで、多分ねこう1日で、着用した日にちをね割ったりすると多分1000円で40日か38日39日で、まあ冬の間30日もしかしたら、ね、60日冬の間着るとしたら500円ぐらいで、まあ、買えちゃいます1日というところで、まあ、僕はもう毎日着てますんで、まあすでに元は取ったなと、まあ、そういう風になってますんで、皆さんもぜひ、ウェブサイトと、直営店でしか売ってませんのですぐなくなっちゃうと思いますんで、ぜひ買ってみてください。プレジェクトロックプレミアムジャケットでした。ありがとうございます。